まずこの文化公園、文化広場のしだれ桜について教えていただいてよろしいですか。この桜はですね、私らの親の世代が40年ぐらい前にですね、ここ公園ができた時に、あの公園桜の園にしたいなという話がありましてね、で当時の町長に掛け合って、で自分たちで苗木を買って植えたんですよ。それが今これだけ大きくなってます。公園の中の桜の種類って何の桜が植わってるんですか。一番多いのは今後ろにあります桜、しだれ桜、八重紅しだれという桜なんですけど、これをメインにしてますんで、この桜と同じ時期に咲く桜、そういったものを、色種類を探してですね、それを植えてます。で白い、枝ぶりの千原という桜、あるいはピンクの枝が花をつける仙台やつ、両方ともこうやって上に伸びる桜ですけど、しだれじゃないんですが、いわゆるしだれと、それから普通に上に伸びる桜、桜と、それとも織り交ぜて植えてくれたんですね。で今、我々こうやってきれいだなというふうに楽しめるような状態になっています。としてはですね、約20種類あります。中に1本とか2本しか割ってないのもありますけれど、延べにして約500本の桜がこの公園の中に植わってます。この上にあるのが八重紅しだれですね。ここに割ると目が浮く、これ上手です。このちょっと儚げな感じの、この上が浮上、この感じだと、はいはいはい、なんかすごい花がちっちゃくて可愛いですね。色もちょっとね、焼いてみるとちょっと薄いかなって。と言ったらいいんでしょうね。桜、皆さんに見ていただくのが、桜としても本望だと思いますので、ぜひ大勢の方に来ていただいて桜をめでていただいたらなというふうに考えています。